本当にポジティブな生き方とは、漫画見ることで喜びの人生へシフト。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 笑うて笑うて腹から笑うて、まんまの今を笑い飛ばしたデビルバディ、チャラいのに悟りおっぴろげ、心理ドゥンズバドゥ真ん中、顎は曲がってるけど愛はまっすぐお前のハートにお届けすっぺっつって、チャララン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 、チャラ悟りマスター、別名非常識超開運マスター、ヨッピー三条だかんね、名吉川貴博ですつってね急に吉川貴博ですってね、フルネームをお前さんに投げポーったよつって、今日はそんな感じで、どんな感じでね、お前さんとのまんまみ超ハッピータイムを分かち合っていこうかなっていう感じなんだけども、今日のテーマは本当にポジティブな生き方についてお前さんと分かち合っていくよっつってね。本当にポジティブな人生っていうのは、こういう人生だかんねだかんねっちゅうのを落ちたいっちゅうして、それを聞いたことによってお前さんは、よりよりまんまの今がどこまでもハッピーなことに気づいて、そのまんまの今を、ハッピーラッキー喜びから生きちまう、生きちまうよっつって、生きまくっちゃうよっつって、ね、神回王子キラ著名っちゅう感じで、早速スタートしていこうか。ね、あのさ、本当にポジティブね、真のポジティブって何ぞやってことなんだけども、どう思うどう思うつってね、本当にポジティブなのは、無理やりね、ポジティブシンキングに何でもかんでもプラスに見ようっていうことではございませんつってね、そのまんまをそのまんまフラットに見つめてごらんつってね、いいなって感じることも嫌だなって感じることもね、いいなって感じる感情も嫌だなって感じる感情も、いいなって感じる感覚も嫌だなって感じる感覚も、すべて等しくそのままフラットに見てごらんつって、そうすると自然とポジティブへつって、自然と意識が喜びに向くような、そういう人生にシフトっちゅうするかんねめっつーことね、もう全部今言った通りなんだけども、これはまんまをまんま見るを深めてる仲間であればよっぴの分かっちゃってるよねつってね、でまんまをまんま見れば見るほどに、この思考のジャッジメントさんが横に置かれるわけね。思考のジャッジは何が正しくて何が間違ってるのかっていうことで自分をね、定義づけてさ、そのね、定義づけた世界の中のこうね、狭いところでの囚人みたいなね、あ、牢屋から出してみたいなね、でも牢屋に入ってることすら気づかずに、はっはっはみたいなね、その中でさ、その閉じ込められたカゴの中で、でもこのカゴの中にいることもプラスだからみたいな、一生懸命ポジティブポジティブに考えるっていうのは全然本当のポジティブじゃないわけね。本当のポジティブはこのカゴの中じゃなくて、カゴの外にまで意識をどこまでも広げて、そのまんまをそのまんま見て、そのまんま感じて、感じていることにただただそのまんま気づくっていうことをね、それを深めれば深めるほどに自然と物事を全てを中立的に見れるようになるね。全てを中立的に見れるようになるとどうなるのかっつったら、自然と喜びの方に意識が向くようになるわけ。もうただ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 それだけ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 だかんねんつって、あのさ、よくこういう例え聞いたことある？コップにね、ちょうど半分ね、水が残ってたとしたら、もう半分しか残ってないっていう風にね、認識するのか、もしくは、まだ半分もあるんじゃないかって認識するのか、それによって捉えようによって全然変わるよみたいな。でもさ、この話だけ切り取って聞いちゃうと、じゃあまだ半分もあるってね、まだ半分も残ってるじゃないかっていう、そういう考え方で生きようっていう、またこれ教えにしようとするの。結局この教えっていうのは、鳥かごの中のね、ね、もうこの囚人、牢屋の中の囚人としてね、そう思おうみたいなね、思おう思おうみたいなさ、牢屋の中にはまだ半分の僕の体が入っている、なんだなんだこれなんだこれですね、怖い話になってきてます
ね、意味のわかんないこと言っちゃったら、今のはもうちょっと横に置いてもらって、ね、とにかく、そうやって無理くり自分をなんかこうポジティブにしようっていうのは、真のポジティブではねえよ、つって、ね、コップにまだ半分も水が残ってるって思い込もうとするのも、真のポジティブではありませんよ、つって、ね、本来のポジティブ、ね、本当のポジティブっていうのは、ちょっと噛んだね、ポジティブブブってなっちゃったけどもね、ビビデバビデブみたいにはなってないね。まあいいわ、それも横に置いてもらって、ね、あのね、水、コップの中にまだ半分もあるじゃないかって、自然とそう感じる、自然と喜びポジティブな方に意識が向くような人生っていうのは、すべてをフラットにまんま見れるようにどん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 深まってる人が自然とそうなるわけ。ね。だから、ね、大事なのは逆に、ね、真理はした。あ、ちょっと危ない。またむせそうになっちゃった。ね。前回の動画ですげえむせまくってたから、真理はエブリバディ先生に久々に言おうか。逆っつって。ね。この思考のジャッジメント、ね、ポジティブがいいとかネガティブが悪いとか言ってる、その思考のジャッジメントを横に置いて、まんまの感覚に意識を向けてつって、ね、コップがまだ、ね、コップに水がまだ半分しか、もう半分しか残ってないじゃんって感じるんだったら、それが中立的に起きてることだから、まんまそれをそのまんま見るの、ね、不安に感じてる、うわ、やだやだみたいなね、怖い、やだやだみたいなね、そういうのも、ね、感覚として生じてるんだったら、そこに無理をしない、正直に自分の素の感覚にまっすぐ、要するに素直に、Let it be, let 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 it be, つって、ね。Whisper our hearts of wisdom, let it be. 日本語訳をお願いします、つって。ね。そういうことね。だから、そのさ、let it be 状態、ただあるがままにある状態っていう状態になってくると、勝手に自然と意識が喜びの方に向くっていうだけなの。ね。いろんなのがありますよ。ね。感情、感覚、ね。いろんな定義をつけてったら、ね。ネガティブって言われる感覚にはさ、感情にはさ、その嫉妬とかね、妬み、憎しみみたいなね。憎悪だよね、憎悪。ね。みたいな。殺意とかね。怖いねってね。おぞましいねってね。闇、暗闇、人間の闇だよ、みたいなね。そういうところも、光と同じようにそのまんま見てあげるわけ。そうすると、ね、妬みとかさ、ね、怒りとかね、その、苦しいとかね、憎悪を今言ったようなね、憎いみたいな、そういう感覚の中にも、ね、プラス、ポジティブな周波数というかさ、そういったものがあるんだよ、つって。ねえ、すべては、万物はエネルギーって教えてくれたのは、かの有名な、パイン・アインシュタイン、アインシュタイン、パイン、ボインボイン、先輩、ね、パイセン。無理やり面白いこと言おうとしてるからつまんないよ、つってね。アインシュタイン、パイセンなんだけども、それは、思考もしかり、感情もしかり、ね、すべて感覚もしかり、すべてこの宇宙にあるものはエネルギーでできてるよ、つって、エネルギーは、ね、この周波数、ね、音と一緒で全てこう波でねできてるよってな量子物理学の世界みたいになっていくけどもね、それでできてるから全てのね、物事全て万物にはね、エネルギーにはもうその高い周波数から低い周波数まで全てがね倍音のようにあるわけだから、その中で憎しみを無理やり愛なんだよって全部愛に愛するだけ愛でなくちゃやかましいやつバーンってバーンパンチして、そういうやつはね、憎いなら憎いまんま、あるがまんまにそのまんまを見てごらん。そうすると憎しみの中に実はとても喜びの周波数が混ざってるよっつってね、大事じゃない、だってね、人を憎んでね、妬んでうーみたいな、悔しい、だってあの人より私の方が全然、だってこうじゃないじゃない、いいじゃんそれでっつってね、何がそれがいけないのっつってね、あの人と結ばれたいっつってね、どうしたって結ばれたい、絶対に振られたくない、やだうーってね、うーってその執着するんだって、執着ダメとかってよく言うけども、うーってね、その中に喜びがあるんじゃないのっつってね、あのね、これはね、本当にね、軽い安っぽいトゥークじゃないから、もうまんま見て深めるしか実感できないことをヨッピーは言ってるんで、そんなね、綺麗事じゃねえことを言ってるの。ね。
綺麗事じゃねえ中にこそ本当に綺麗なものがある。これはヨッピーの名言ですっつって。ねえ、ダイヤモンドの原石は汚い石ころが磨いてったらダイヤモンドになるのと一緒。最初からもう大元はダイヤモンド。お前さんもそう、ダイヤモンドってこと。ねえ、ただそういう方便も、ね、そういう教えもたくさん転がってるから、もう全部ムカつくから全部ビリビリに破いて。ねえ、お前さんの命と繋がってごらん。命と繋がるためには、まんまをまんま見てっつって。ねえ、まあね、本当にすげえ感じるんだけど、この年の瀬に。俺のさ、危ない危ない、大丈夫大丈夫ね。タップするとこだったね。俺のね、主催してるまんまみサロンのメンバーたち、マジで、その思考のジャッジメントがすんげえ緩んで、その純粋ピュアなまんまの、そのむき出しのね、感覚から生きてる、ね、本音に素直な仲間たちが揃ってくれたな、つって。ね、いろんなことが人生は起きてくるよ、つって不条理なことも。けど、そんな中でも、ね、すべてを変えようと、どうにかしようとするんじゃなく、そのまんま、そのまんまに、まあ、良き意味で降参してそのまんまの中から喜びに意識をシフトする真のポジティブおバカイケるポンチたちが揃ってるよっつってね。だからそこのコミュニティに入るってことはスートゥーなハイレボーなわけね。もうスピリチュアルとか自己啓発とか悟りとかね、覚醒おちょんちょんとかね、スターシードとか、まあそのもう本当にそういうの、そういうのもうボーンっつってね、それもボーンってなった人たちがまマジで命の輝きのままに命を歩んでく、命が歩んでくよっつって、そういう人生、真のポジティブな人生を歩みたいやちゅはまんまみサロンにカモンチャっつってね。年末いろんな大掃除とともにお前さんのエネルギーも循環してて、これはもうまんまみサロンしかねえだろっつってね。だってハートペイで月額設定もしてなくてさね、そんな画期的なサロンでありながらもすげえヨッピーが何かをこうやって教えるんじゃなくて、ただ一緒にまんまみしていこうぜっていうフラットなこの目線ね。だから依存もヨッピーにできないしね、ただこの共存ね、相互依存っていうの、共存みたいな、その共振っていうの、そういう仲間たちとの本当に深い深いつながりを感じたいってやつはカモンじゃつって、で逆に言うとそうじゃないと入れないよっつってね、頭の中のジャッジメントがまだまだ強いし、それを握りしめてたいっていう人はもうサロンには近づけないよっつって、だから待ってるよっつって、待ってるからねっつってね、来る人が来るよねっつって、来る人が来るし来ない人が来ないよねっつってね、そのままじゃねえかっつってね、そんな感じでご賞いっちゃおうかね。年の瀬にすごい気分のいい、年末すげえ過ごさせてもらってるよっつって、来年めちゃめちゃ楽しみだからねっちゅう感じで、ご賞いっちゃおうか。オーマイゴッド、お前が神だぜ、お前の現実、お前の世界、お前の宇宙はお前の認識が作ってる感ねっちゅう感じで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。ベリーどこまでもまんまみ超ハッピーライフ一緒に謳歌していこうぜ。まんまみ深めていこうね。バーイ、チャオ。